東映アニメーション旧大泉スタジオ。同社屋内に旧東映アニメーションギャラリーがあった。東映アニメーションミュージアムは東京都練馬区東大泉の東映アニメーション大泉スタジオ1階に設置されているアニメミュージアムである。2003年3月29日に東映アニメーションギャラリーとして開館し、社屋建て替えに伴う一時閉館を経て、 2018年7月28日に原始説明に変更の上でリニューアルオープンした。大泉スタジオ内の特撮ステージを改装して2003年3月29日にオープン。東映アニメーションがこれまで制作したテレビアニメアニメ映画に関する資料などを展示しており、歴代作品がパネルで展示されているほか 時期により特定の作品にクローズアップした企画展が行われている。入場料は無料。社屋内に立ち入ることになる関係上、入館の際は主営に申し込んで手続きする必要がある。開館8周年を迎えた2011年3月29日より、任天堂ゾーンをサービス実施し、DS で見る東映アニメーションギャラリーを展開していた。 このコンテンツではこれまでの作品の概要を見ることができたり創立から50年までの歴史を見ることができた。大泉スタジオの建て替えに伴い2014年9月23日をもって長期休館することが同年7月17日に発表された。6月21日より最後の企画展を開催し閉館。2017年8月に 新スタジオが竣工し2018年1月より稼働を開始、同年7月20日に東映アニメーションミュージアムと解消した上で、旧ギャラリーよりもスペースを広くして27日までマスコミや近隣住民向けにプレオープンし、同年7月28日にリニューアルグランドオープンした。ミュージアムとショップの間に配置されている中庭にはシンボルキャラクターである。 長靴猫シリーズのペロの像が置かれた噴水が設けられて1時間おきに噴水演出が行われており自由に絵が描ける黒板も設けられている。ありがとうございます。